ああ、なんか、あれ、後ろ取っちゃった方がいいかもしれないですね。あ、いいっすね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 。ナイスです。ナイスです。車がいるんですけど、それ。大きいの真上に車いるじゃん。てか、僕の位置ダメだろ、これ。あ、あ、はじめさん。え、嘘、今負けてるの？二人いるし。やば、何その位置、何その位置。陰キャ。オキがガチの陰キャしてる。こいつはガチ。これこいつはガチ。こいつガチの陰キャやんけ、これ。これどうするん、上がれなくない、もう。打ったってバレてるしな、オキ。いや、陰キャはね、陰キャらしく死ぬんだ。でもこれ2位までは確実にいけるでしょ。いや、もしかしたらアンチここになるかもしんないよ。ねえ、なってくれ、マジかよ、ふざけんな。あ、でももしかしたら左下とかになったらいけるんじゃね。覗けんのそれ、やばくね。マジで終わってるぞ、この位置。なんでここ水判定じゃないの。下に地面があるから。あ、そうなんだ。え、じゃあ回復詰めるじゃん。え、お月回復持ってんの。いっぱいあるよ。あ、いいね。でも今行った方がよくない、今日触れないこれ。いや、陰キャは陰キャを。うん。まだやってたの。陰キャは陰キャ禁じないと負けるから。こんなクソみたいな俺にね、お金貸してくれてありがとう。でも陰キャって決めた時はもう陰キャするしかない。僕注射器あるから、最悪すごい陰キャですよ。で、その儲かった500万をへへへって国家に持って帰ってきて、株式会社ドドドンって建てたんよね。ここでついに社長になったわけ。え、回復さ、10個ぐらいあったらさ、もう、普通に受け止めれんじゃね、この応急2個。え、2個受け止めれんじゃね。包帯中2と、アドレナリン注射と、鎮痛2とエノリチ。イベントで儲かった人やけん、よし。そして博多ライフっていう名前のね、イベントを作ったんよ。もちろんスタッフを募集するわけ。いい波乗ってんね。これでもう3位でしょ、今。そうやっていろんな大学に行って声かけまくったんよね。まあ、そしたら20人ぐらい集まったんよ。まあ逆によく20人も集まったな。だって普通に考えてこんな怪しい花ニンニクに声かけられてやるやんってならんよね。まあこれが記念すべき初回。大きすぎる。大きすぎる。来たこれは。青月鈍活あるからね、これ。これめっちゃやばす。青月もどんかったよ、マジで。これ、だって敵もだって降りてこないと撃てないじゃん。でも青月は地面にいるから、敵降りてきても撃てるじゃん。でもどっから降りてきたかちゃんと見ないとこっちかも。いや、だってそこ上から見えないじゃん。左からのやつだけ注意してれば。でもそんなこと言って回ってたらやっぱりよく思われないわけよ。そりゃ今までの福岡のイベント業界の人たちは300人呼んで400人呼んで九州最大級。やば。キスキルマジか。ちょっとキスキル。やべえぞこれ。回復ないんですよこれ。上の敵は準備してた方がいい。もう円がここだから来るはずだから。通報されとって、俺警察署とかに呼び出されて、こっちの方がいいや、多分。とか言われたり、うちの DJ は絶対に出さないとか。真上だ、右前、右上。いろんな嫌がらせにあった。うん、そこ大変、そこ、そこの上の方。真上、真上、真上ぐらい。まあ、そう。ガンガンド M やけん、なんか逆にそう。上から見えないからやっぱ左見るしかない。頑張ろうみたいな。だって俺は思うわけよ。悪口や陰口言われてる。左側走ってる。言ってるやつは脇役なんよ。だって俺の悪口言う。あ、見える。あ、でも歌がいいんじゃない。俺のどこが悪いかとか一生懸命悪いことをいっぱい言ってくれるけど、俺からしたら誰にみたいな。バレた、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 バレた。喧嘩にすらならない。喧嘩にすらならないやつがもう陰口とか悪口とかの世界やけん。だからいっぱい言われてるやつがかっこいいわけよ。でもその頃の俺、やば、敵もやべえと思ってるな、これ。これやべえだろ。今のカメラよくね、この水中からの全部見ようとするみたいな。お前最終演じゃん、これ。え？来た？最終演。やばくね、それ。おー、ナイスグレ、ナイスグレ、ナイスグレ。陰キャさんやりやがった。これはやべえ。これはやべえ。マジかよ、これ。くそ、陰キャだ、これ。
いやー、マジかよこれ。でもこれ縁あっちだから回復積まないと死ぬぞ。いやでもあのどっちも結局同じなんですよ。縁あ青月も入ってるんで収縮じゃないですか。だから青月収縮入ったらすぐ応急ね、ずっと。え、でもあっちもさ真ん中に近いからさ、こっちがダメージ受けんの早いじゃん。いやでもあれですよ、耐えるんですよ。え、何個あんの応急。2、あー2か。あーあっ、あっ、今家だね。甘えてきてるぞ。1個上の岩だ、届かねえんだよな。めっちゃねこれ、めっちゃ木投げてんじゃん。でも敵からは見えないっていう敦貴は。クソすぎだ。回復勝負だよ。いや、あいつら2つ分の回復2人分あるからな、回復。でもあいつらバカだからもしかしたら結託していないかもしれない。あ、いける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 。ナイス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 。はい、ナイス。はい、ナイス。クソインキャスイン。ドリンク積んだ方がいいかも。うん。でも伸縮始まるときカウントダウン始まるし。もうなんかここ。あ、ちょうどゲージ半分だったんで。ああ。え、お、起こさない。起こさない。あいつ多分回復取ったな。回復取りましたね。これはやばい、ね。あ、でも走ってる走ってる、ダメだ。走ってる走ってる。え？え？あいつ、何考えてんだ？あ、走ってる走ってる。もしかしたら回復を知らないかもしんない。あ、そういう初心者か？あり得る。経験したことがない可能性もある。やべえな、敵からしたらそれだったらもう罪じゃん。もう。顔出したら殺されるし、このままじゃ死んじゃうよ。どっちにとってもこれクソい。これはそうだね。お互いクソつまんでゲームせず。最後に立っているものが勝者なんだよ。めっちゃパッタパッタしてる。来た来た、13秒積みましょう。さあ、ラストドリンク、ラストドリンク。アドレナリン注射。あと8秒だよ、青月7。あー、間に合う間に合う。で、あともう応急連打でしょ。ダメージ受けた瞬間に応急。オッケー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 。いや今使ってるんだよ。あー、あれ間に合うかこれ。いけるいけるいける。おし、もう一回もう一回もう一回、すぐ連打すぐ連打。来るか来るか。あー、さあさあ、ホテホテホテ、よしホテ行け。さあさあさあ、相手知っているやり方を。知ってる。ああ、手だれだ。これはやべえ。やべえ、ソース負けした。やっぱり手札は多い方が勝つんだよな。そうだな。アドがな。いや、これグレミスったのが範囲だこれ。いや、あそこまで行ったら。グレミスったとも漁夫行けなかったのか負けだと思う。グレとかいう問題じゃないだろう。いやでも今いい試合だったわマジで。いい試合だったマジで。いい試合だった。グレ使うの早かったんだよ。